ベントは。ホッとしてます。まだ全然そういう実感湧かないですけど。今日はどういうプランを立てたの？まああまり相手を1レース目は意識せずに、でも結構近くにいたよね、あのジェネリコの時にも。そうですね。そうですね。別に自分たちから近づいていったわけじゃないんですけど、まあ今日2レースあって、1レース目からそんなに意識しても、まあしょうがないんで、まあもっと自分たちの考えている通りに、プラン通りにまずは行ってみようということで、でその過程で近くにいた場合にはやっぱりちょっと寄せていこうっていうのは考えてたんですけど。まあ、代表権を取るだけじゃなくて、なんかこうやっぱり自分の中でもワールドの中でもうちょっと上に行きたいっていうのもあったので、まあ、そこはあまり意識せずに、でも決勝に入って初めて3位だったよね、はい、それがこの舞台のこの1レース目でこのパフォーマンスを出せたっていうのはすごいなと思って。俺どっちかだと思ってた。いつものパターンだと自分に負けて勝手に時間自滅するか、はい、でも、まあ、本当にいいか、だからそこが成長したといえば成長したのかもしれないし、いやだからすごいなと本当に思ってながら、いやまあ正直プレッシャーというかの感じてましたけど、まあ、パースの時みたいな、まあ、自分を見失うっていうことはまあ陸の上からもそうだし、まあ、海の上で全くこう今回のレースなかったんで、ただまだ終わっていないですけど、ちょっとまあ悔いが残るのは昨日のレースが、あれがなければというか、まあ、なければというか、本当に世界選手権としては予選からずっとシングルを並べてきて、まあ、理想的な、本当であればもうちょっと上の順位のシングルを並べないといけないんですけど、さなかったっていうのは、パースからここまでで肉体的なトレーニングとセーリングのトレーニングは当然やってたのを知ってるけど、ハートはどうやって、メンタルは、まあ、メンタルトレーニングなんかもちろん入れて実で、行きましたし、メンタルトレーニングというか、まあ、心理サポート、まずはまあ、パース終わってすぐ行ったんですけど、年が明けてですね、そこでまずパースで負けた要因を、まあ、その先生と、心理の先生と一緒にどうして負けたのか、で全部こう付箋にこう貼って、こうベタベタ貼りながらやったんですけど、でそこでこれは自分の内面的なもので、これは、こっちのグループは、まあ、自分とは関係ない人の、例えば、まあ、コーチとの関係だったり、あとは天候の問題で負けたとか、そういうことを、まあ、そういう自分以外のところは変えられないので、まずはその自分の中の問題を変えよう、まあ、そうやって、まあ、人と一緒にやってみると自分のダメだったところとか、まあ、その範囲がはっきりとこう現れて、それだけでもやっぱ、まあ、そういうサポートを受けてよかったなと。まあ、効果はあったと思う、効果自体はそんなにこう感じられないですけど、まあでも、ちょっととっつきづらいところじゃないですか、やっぱり精神的なところ、まあでもそういうところでちょっとでも入れれたっていうのは良かったと思います、なるほどね、まあ、あとヨーロッパ遠征が今回パルマから始まって、トントントンみたいな、それ去年の12月に1回こういう大きい大会をやってるっていうことで、心理的にもうまく入れたっていうのはあるんだろう。ありますね。特にパルマとイエルでまあ7位だったんですけど、順位的にはまあ本当はもうちょっと行きたかったところはあるんですけど、まあ、いい流れでバルセロナに入れたんで、それはすごく、まあ、ヨーロッパ遠征、まあ、パルマから出れてすごく良かったと思います。ここに来てからも、まあ、最初のもう練習量全く落とすことなく、ここで練習できて、でそこで実はダウンウィンド のボートスピードっていうのをやっとつかめたなっていうところがあったんで、本当にここに来てからも練習量、結構
落とさずに、きつかったですけど、まあ、レース前にこんなに大丈夫かと思ったんですけど、まあでも最後の最後までやっぱ自分の技術を上げれたっていうところが大きいと思います。小松さんはこれから今度は次へ向かっていろいろ考えているようなことですまた、そこら辺は、はい、いや、ね、本当に松永さんにもメダルを取ってこいっていうふうに言われてですね、まあ、喜んでるばかりじゃいられなくて、まあ、もう次が始まってるんで、うん、まあ、ぜひメダルを。そうだね、できると思いますまあでもあと3ヶ月あるんで、まあ、正直今のままじゃ厳しいです。だけど、まあ、あと3ヶ月で、うん、まあ、なんとかですね、まあ、おめでとうございます。ありがとうございます。